続きましてですね、 YouTube に関してちょっと話していきたいと思います。あー、どこまで言っても僕たちは YouTuber ですから、まあ今ね、いろんな仕事やりたいっていう風に言わさせていただいたんですけれども、僕たちがね、そういう外の仕事できるっていうのは、こう YouTuber あってっていうのはもう心の底から理解してるので、 YouTube 手を抜くっていうことはしません。やっぱ YouTube を基盤にっていうところですから、こう YouTube の投稿はしつつ仕事やりたいなっていうことなんですけど、まあ今年 YouTube どうやってやっていこうみたいな、基本的に動画のスタイルは変わりません。僕たちがやりたいこと、視聴者の人が喜んでくれること、基本的に僕たちの日常を YouTube の動画にして皆さんの元に届けるっていうのはずっと前からやってきてることなんで、そこはちょっと変わらずにやっていきたいなっていうのは思います。まあちょっと去年と違うのは、去年大型企画っていう大型企画はまあ一つしかやってないんですけど、今年はまあ何個か挑戦していきたいよねっていう、で一つだけ変えたいなっていうことがありまして、まあこの動画で初めて言うんですけれども、僕たちずっとね YouTube 毎日投稿してきたんですけれども、毎日投稿をやめます。そうね、ここで毎日投稿をやめようっていうのも、毎日投稿をやめて休みが欲しいとか全くそういうことではないっていうのはちょっとみんなに伝えたくて、去年本当に YouTube しかしない2021年を送ってきて、ストーリーとか密着の動画とかで僕たちがこう何度も人間じゃなくなってたのを見てきてると思うんですけど、人間じゃなくなるにプラスして家族に会えなかったりとか友達に会えなかったりとか、視聴者の人のコミュニケーションの時間を取れてなかったりとか、自分たちの本当にやりたいことがこのままいくとできなくなってしまうというふうに思って、なんかファンの人とのこう会話も大事にしたいっていうところから、投稿頻度を下げたいと思います。これちょっとみんなで話し合って、まあ、毎日毎日コムドットを見てほしいっていうのもあるんですけど、 YouTube だけがコムドットを見れる場所じゃないかなっていうふうに思ってて、他の SNS で触れ合える機会を作ることにもつながるだろうし、まあ、より質の高いものを出していけるかなっていうところで、毎日投稿は2021年限りでやめようっていう話し合いになりました。どんな反応なんだろうか。いやまあ前向きな反応してくれるんじゃない。俺ら自体がすげえ前向きだからね、なんかすげえ悔しいのがさ、これでこのって休んだみたいに言われるのすげえさ悔しいよね。まあ他の仕事を取りに行くから忙しさは大して関係ないから。まあまあそうか。で投稿頻度どうなるのかっていうと、今後は僕たち収録投稿でやっていきたいと思います。全然下がってないから、ね、マジで週1本だけちょっと休まさせてもらうっていうのをまあ決めましたと。で休まさせてもらうのが木曜日、ちょうど明日ですね。だから明日動画出ないんですけど、木曜は動画を毎週休みますと。やっぱ収録はね多い、まあ多いと思う。多いよ多いよ、全然多い。だって他の仕事増やして SNS のさ露出も増やすんでしょ、ワンチャン同じ忙しさ、マジで。でまあ動画のスタイルも変わんないんで、今まで通りの動画がこう皆さんにお届けできると思うので、あんまりこう悲しい気持ちにならないでほしいかな。木曜はインスタ見に来る。そう、今ヒューが言った通り、ちょっと僕たちさっき言った通り、そのファンの人と交流ができなくなったって言ったんですけど、それすごい悔しくて、昔さすげえインスタライブとかやってたじゃん、で深夜コラボしたりとかさ、インスタの投稿にしてくれたコメントにコメント返すみたいなとかやったりして、それが去年の年末全くできなくて、これはあかんぞと、全然ファンの人に感謝できてないぞってなって、まあこういう話し合いになったんで、だからなんかそういう時間を増やしていこうっていう、ここまでコムドットのことをこう上に押し上げてくれたのは、今応援してくれてるファンの皆さんですから、その人に対してなんか少しでもコムドットのことを応援しててよかったなって思ってもらえる2022年にしたいなということで、まあ今後コムドットこういうスタイルでやっていきたいと思います。で投稿時間は変わらず8時半、まあコムドットのゴールデンタイムですから、そこで、まあ、プレミア公開をするっていうのは変わらずいきたいと思うので、よろしくお願いします。お願いします。でね、ちょっとみんなあれあれってなってると思うんですけど、そのメンバーシップに関してちょっとごたついてます。1月中にやるよっていうのを言ったんですけど、ちょっとできそうにないと、早めにごめんなさいしよう。1月中にはメンバーシップできそうにありません、ごめんなさい。すいませんでした。僕たちもこの収録投稿っていうのにまだ慣れてなかったりとか、まあそれこそこっからいろんな外の仕事が増えてきたりとかして、まあちょっと忙しくなったりとかして、1月中にやるのは難しそうなんですけど、まあメンバーシップちょっと挑戦してみたいなって気持ちがあるんで、まあやることにはやりますということだけちょっと伝えさせていただこうかなと思います。で、最後に僕たちの YouTube をやる上でのチャンネル登録の目標が年内400万人ということで、これに関してはもうひたむきに突き進んでいこうかなというふうに考えています。今もう320万人、超順調じゃない。残り80万人ですけど、やっぱね300から400の壁は分厚いと思う。去年俺らが増えすぎてると挑戦してないって思う人もいるかも、まあ少数だと思う。でもそこは僕たちが先陣を切って戦っていく姿を見せることで、やっぱ視聴者の人も応援したいなって思ってくれたら嬉しいなって思う。
まあ、そこはねきっちりとやっていきましょう、うん、まあ、こんな感じで2022年やっていけますよと。お、まあ、結構その2022年序盤 YouTuber の人の気合やばいよ。結構みんなガチ今年行くみたいな感じで言ってて、そういうのね僕たち動画上げれない中見てたんでちょっと悔しかったんですけど、まあこの後負けねえぞということ、まあやっぱスタンスは変わらずね、天狗になった瞬間終わりかなって思って、うん、挑戦者っていうスタンス、いや目標に対してはやっぱ謙虚、挑戦に対しては謙虚、ファンたちに対しては謙虚やっていきたいなと思うので、ぜひぜひ2022年もこの後の応援よろしくお願いします。お願いします。